ピアノソナタ第4番 AA、蝶々作品30は、アレクサンドルスクリアービンが1903年に完成させた、ピアノソナタ。実質的な助走と言い得る、緩やかな第一楽章と、主部にあたる急速な第二楽章から構成され、2つの楽章は、アタッカの指示によって連結されている。実質的に、助走付きの単一楽章のソナタと見て差し支えない。 演奏時間も約8から9分と、そなたとしては非常に短い。高キロマン派音楽の伝統に立脚してはいるものの、とりわけ第一楽章の毛だるい表現は、官能的と評されており、中期スクリアービンの幕開けを告げるにふさわしい作品となっている。祝祭的な第二楽章は、短主題的なそなた形式もしくはロンド・ソナタ形式で作曲されている。 コーダにおいて第一楽章の主題が改装され、循環形式を示唆している。そして分厚い、棒状和音で爆発的に演奏される様は、それまでのショパンへ傾倒していた処法からリスト的な物意と移行していく様が伺える。また、スクラービンのソナタの中では、純粋に蝶々である、唯一の作品である。初期のスクラービンは、循環形式を好んでおり、早くも、 ソナタ第1番や競争曲、ソナタ第3番に用いている。循環形式そのものは、チャイコフスキーやラフマニノフにも見られるように、モスクワ学派に共通する手法と言えるが、スクラービンは本作品において、主題の生成変化と回復というソナタ形式の論理と、戦慄の再起という循環形式の論理とを重ね合わせて、事実上の単一学章の中に封じ込めている。 緩やかな助走とにぎにぎしいそなた形式の主部という楽曲構成は、そなた第5番や、放悦の歌以降に発展を見る、独自の単一楽章のそなた形式の出発点に、他ならない、など、ありがとうございます。